東京国際映画祭30回どうもおめでとうございます。永瀬正敏です。僕の出演した作品も何度もお世話になってるんですけど、東京国際映画祭の思い出といえば、あの僕のデビュー作の監督の相米慎二さんがの作品で、台風クラブというのが第1回のヤングシネマ大賞グランプリですかね、をなんか受賞されて、その時に受賞式だか表彰式だか、そういう最後のクロージングなのかちょっと忘れましたけど、あの衣装合わせをしているところに立ち会っていました。なんか相米さんのそういう姿を見たことがなかったので、おとなしくこういろいろ着せられている姿があの印象に残ってます、はい。僕にとって映画とは光です。